さあということで、はい、仙石さん今日は僕のおすすめするお肉ね、はい、一緒に召し上がっていただいたんですけど、はい、いかがだったでしょうか。いやなんか本当に贅沢で、なんか今まで食べたことないそのお肉の味だったりとかをすごい味わえたので、うん、やっぱ油一つ香り一つすごい美味しいなって思って、ね、本当今日は贅沢な、お肉の旅をさせていただきました。いいタンパク質をね、はい、吸収してナイスとミーチューでナイスとミーチューで、ね、この後のお仕事も頑張れるって、はい、そうですね、今日もこの後またお仕事あるんですもんね、はい、そうライブがあるので、はい、すごい私たちライブ激しいので、うん、今日のこのお肉パワーで全力で戦っていきたいなって思います、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ仙石さんからお知らせがあったら教えてください、はいはい、私たちアップアップガールズカッコカリっていう戦闘的な戦うアイドルグループなんですけども、4月9日に、AAA 面のシングルを出させていただきました。すごい AAA 面ってどういうことやねんっていうね。そうなんです、3曲が入っているということです、はい、どれも攻め曲なんですけど、はい、ぜひ今日は太郎さんに、はい、あ、はい、僕ですか。わあ、ありがとう、はい、ありがとうございます。あ、お肉を一緒に食べて嬉しい、まあ、こんなメッセージも書いていただきましたメッセージありがとうございます。いただきました、はいはい、あと今全国ツアー真っ最中なんですけども、はい、ファイナルで、うん、なんと中野サンプラザでやらせていただきまして、はい、チケットはありがたいことに、完売したんですけれども、素晴らしい、はい、当日なんと J:COM さんで生中継が決まっていますので、ぜひ会場に来れない方も画面の向こうから応援していただけたら嬉しいなと思います。そうですね、はい、よろしくお願いします、まあ、きっとお仕事どんどんハードになると思いますので、はい、またちょっとタンパク質補給したいなと思ったら、うん、また声かけていただければ、はい、ぜひ今度はこんなお肉食べてみたいとかありますか、なんかお肉の希望は。あ、そうですね、なんかすごいワイルドにこう食いつけるようなお肉だったりとか。あ、ワイルド系で、はい、わかりました。じゃあ今度はそういうのを、はい、あ、嬉しいです。ぜひよければご一緒しましょう。ぜひお願いします、はい、ということで、どうもありがとうございました。仙石みなみちゃんでした。ありがとうございました。というわけでございましてね、みなみちゃんどうもありがとうございました。今度はもうちょっとワイルド系っていうねもありましたけど、まあ皆さんからのメッセージもね、いろいろあります。ありがとうございます。好きなお肉屋さん、鹿浜のスタミナへ、もう名店ですね、焼肉のね。結構もう並ぶ覚悟で行かなきゃっていうところもありますけどね、並んだ分美味しいお肉が待っている。サトッペ、肉肉お腹すきました、ベジピックは頑張ったご褒美に行きたいですと、いいお肉は塩コショウだけでもうまそう。そうなんです、本当はそのうまみを出すための本当お塩加減で食べるのが僕も一番好きなんですよ、ね。先ほど のベジピックの、ね、テラビーフ、驚きのレア加減、肉うまそうだ、やばい断面みたいな感じでこうみんなで盛り上がるじゃないですか、お肉食べに行くとっていうね。そこが楽しいなというふうに思うんですよね。ただ六本木界隈は本当最近ルビージャックってとこできたりとか、あとまあウルフギャングとかね、ローリーズとかいろいろあるわけですよね。特に去年ぐらいからアメリカのまた、お肉のね、いわゆる T ボーンとか骨付け解禁になって、まあ、これからもいろいろと増えていくんじゃないかなというふうに思うんですけどね。また皆さんからのご要望あれば、まあ、なくともまた肉企画次回、切り口を変えて、今度はね進化系焼肉っていうのをやりたいんですよ。今面白い焼肉屋さんいっぱいあるんで、進化系焼肉ってネタでもしよければお届けしたいなというふうに思っております、はい、たくさんのメッセージもありがとうございました、ね、今からでもまだベジピックはいけるからね、俺番組終わった後我慢できなくていいかもしれませんけど、はい、さあ、ということで、この後はですねお知らせに挟んで南沢奈央さんナビゲート日本赤十字社学研で Reason Why のお時間です。